今回は専用機の設定って実はについての反応集をお送りします。新用に調整して作った専用機、いろいろ盛りすぎてキラくらいしか使えないので専用機。キラしか使えないという話だったが、スランでも使える専用機。映画のデスティニーの大暴れとこれのせいでレジェンドをアスランにあげようとしてた議長の判断が確かだったことが20年の時を経て正しかったことが証明されたので笑う。忍者は両方。アスランはむしろ戦闘方面何ができないんだよ。ドラブンも多分使えるんだよな。実際アルテミスに行こうとしたシュラに対してドラグーンで足止めとかやってたからな。さすがにキラみたいな使い方じゃなかったから乗ってるやつキラじゃないな。アスランってなったんだろう。艦隊の指揮は無理やろ。種子序盤に罠にはめられたミネルヴァをとっさの指示で脱出させてなかったっけ。だってアスラン出しで大抵の無茶は通る。キラの操作は腹っぽいらしいが、アスランは丁寧なんだろうか。なのでシンは嬉しそうな顔するし、純章は微妙な顔になる。多分デスティニーもアスランは使える。スーパードラグーン乗せたのはキラの使いやすい武装とかじゃなくて単純に開発側の趣味ですよね。というかストフリが当時の最先端詰め込んだらキラくらいしかまともに使えなくなった機体。もうちょっと考えて作れや。特艦作業だったし二式で不満点大体なくなってたので、多分時間なかったんだろう。純章の望む力ってあのレベルなの？よく見ると取り回しがものすごい良くなってる。マーキラだってフラガのクローン叩き台にしてるんだから使えるだろうと。ついでに生身でも作中最強クラスに強いぞ。レジェンド任される予定だった男がドラグーン使えないわけねえんだよな。議長は人の適性見るのはすごい。キラはどんな武装でも内心文句言いながらきっちり使いこなしてくれそうだし。そういや全部避ければ大丈夫やろが母みたいな設定だったな、ストフリって。だから飽和攻撃するね。アスランにドラグーン機を本気で使わせたら純粋に弾幕として使って、えぐい接近戦仕掛けてきそうだ。ストフリで使ってたけどドラグーンで牽制して突撃ってキラやクルーゼと比べると普通の戦い方なので、多分そんな得意じゃない。それが普通の使い方で、その2人がおかしいんだよ。シンは必殺技が欲しいんだろうなってのはわかる。イモジャの武装パッとしないと言われたら否定できないしな。新用に調整したから分身もできちゃう。ハイネとか一部のエースパイロットによる運用も考えていたけど、劇場版の状態まで性能を引き出せるのシンしかいないよね。デスティニーインパルスも必殺技持ちではあるからね。ストライカーパック、マルチロックオン、スーパードラグーンと新技術の試験台みたいな機体にばっか乗せられてるな、キラ。もしかして前振りもファーストステージ分類なのか。というかプラーダディフェンダーがまんまストライカーパックじゃん。ファクトリーとかいう素人が完璧だったフリーダムをいじりすぎて、クスフィアス周りのレイアウトが終わってたのが2式でちゃんと修正されてて、俺は満足してる。早口で言ってそう。シンといえば体感灯みたいなところがある。アスラン使えるのか。使えるだろうな。スーパードラグーンだからアスランでも使えるって説と、アスランなら多分ドラグーンでも使えるだろうって説がある。マーサイ学園アイデのオートとかできそうだけど。一振りのドラグーンはスーパードラグーンを切らせんようにボリボリにチューニングした結果、結局特殊な空間認識能力が必要になったピーキーなやつだったはず。作ってる人はちょっとノリで行き過ぎてる。比較してみるとデスティニーの優位点結構多いな。高速起動してレンジや相手に合った最適な大火力武器をぶっ放すヒットアンドアウェイ。ドラグーン外しても上位互換フリーダムなんだから、外したまま出撃しちゃダメなの。デスティニーはタイデストロイって考えたらこれ以上ない武装編成。連合が ME いろいろ出してるし、大物狩り想定してるよね。キラじゃなきゃ誰が乗ってたんです？キラ専用だから誰がとかはない。ブラックナイト芝みたいな感じの足サーベルの方が当てやすいよな。使いやすさならライフリの方が上だと思う。というか待機圏内ならどう考えてもライフリの方が性能高い。一振り20年頑張ったし、そろそろ作品の看板機体降りれると思ってたんすよ。
初代ガンダムのおじきも休めてないから休む理由ないな。わしは時代は進んでないんよ。スーパードラグーンには空間認識能力がいる？いらない？普通の入らない。ストフリノはいる。信じられるか、これ元はフリーダムの量産機ベースだったんだぜ。魔改造されすぎ。ライフリは正式フリーダムってイメージらしいから。おっさんはキラのお下がり渡したらなんやかんやで乗れそう。おっさんじゃない。七四方も見た目の地味さの割にそこそこ連射効くのがやばい。基礎スペ上がってるとしても兵器はそのまんまだから元から強いんだろう。デスティニーは実際インパルスでできてたことをシルエット乾燥せず全部できます。だから適宜戦闘での最適解やろうとするにはご褒美みたいな期待だよ。アスランもシンもメンタル万全だとこんなに強いんだってなった劇場版。ちょっと二人どもやばすぎない？クアファイスの横にライフル取り付けれるようになってるよね。二式これはこれで立体な枷になりそうだけど。4年も経ってる。ガンダムも試作1号機くらいになるくらいの年数。アスランに空間認識能力がないとは言われてなかったからな。本人に聞いたら普通に使えるが皆もそうだろうって返しそうで。前振り使う相手なんてそうそういないだろうし、普段から乗るのはライフリのつもりだったんだろう。レジェンドはプロビデンスの欠点ちゃんと修正してて偉いな。その結果地味とか言われてる。ライフリはカラーリング爽やかでよい。七四方は実は威力大したことないんじゃねって言われて頼も不識されたな。やっぱあれは忍者の盾がおかしい。ストフリもだけど忍者もアスランが動かすこと前提の調整してたし、ファクトリーは一個人に対する期待値が高すぎない。いろいろ踏まえるとライフリってかなり要望通りの出来なんだな。イモジャはどうしてあそこまで地味なことに、特に背中。その場その場で最新技術ばっか使わされてるのでキラの適正武装が全然わからない。ただのビームサーベル。才能全部森だから最終的に使い慣れれば何でもいけそう。ニシキリフターが戦艦貫くとこ早くみたいな。ライフリはザフト製コンパス。ブラックナイトの性能やばかったし4年でかなり発展してる。ニシキリフターはあれ戦闘機みたいなところにビームでなくない？その代わりウィングに出てるので回転乱舞ができる。ズゴックで使ってた。プラモの説明書で準将しか使えない設定を盛りすぎてわけはなくなってたけど、誰が書いてたんだか。レジェンドがアスラン用だったという話に20年越しで説得力持たせやがった。まあ天帝はドレッドノートの X ユニットすら出たのみで実物での試験やってないのに特艦で作ったドラグーン積んでるからな。ハイネ専用デスティニーとコンクルーダーズの設定。ストフリはドラグーン着脱で本体推力も変わるのがパイロットイライラしそうだなって思う。ストフリ乗れたのがもう答えみたいなもんだ。余裕だろう。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。